はい、おっちゃんです。ビンゴ5の予想ですね、早速発表したいと思います。まあ、今回はね、ちょっとやり方を変えて、なんでこの番号買ったかっていうね、まあそれをちょっと説明しながら行こうと思うんですけども、まあいつもだとね、いつもじゃないな、だいたいよそのね、予想屋さん的なやつっていうのは、例えばこれとこれが引っ張って数字でこれ で相性がどうの、出現回数がどうのってやると思うんだけども、まだそこまでのデータっていうのはね、おっちゃんまだ分析解析してないので、まあやるつもりもあんまりないんですけどね。ただ薄いところで相性っていうのはやっぱりちょっと見ていきたいなと思っとるんですけど、まだこういまいちね、自信が持てるところまでまだ全然来てないんでね、まあ、ある程度ね、なんとなく結びつきでこうね、当選のラインというよりも当選のその数だね、うん、だから 1,2,3,4,5,6,7,8 個ね、8個のうち何個、予想できたかっていうね、その数字数がね、少しずつね、まあ、3個4個5個6個と多くなればなるほど、その組み合わせとかのね、相性とかっていうので、おっちゃん的にこううまく予想ができるようになっていけばいいかなと思ってるんで、ただまあだからその地盤を作るためにはまだちょっと時間がかかるもんですから、今回は、まあはっきり言うと勘で買ってます。はい、予想してますね。はい、なので、一番最後にねこれ貼り付けときますけども、まあ自己責任で購入してくださいね、宝くじはね。はい、人の予想に頼らないね、まあそれが一番いいと思います。はい、ということでね、そのうちそれらしい、予想のね仕方をちょっとね確立していきたいなと思ってるんで、よろしくお願いします。